かえりバンドキバン、バンディとバンうんちゃんと名乗ってるものです。はい、うんちゃん、これすごいです。ここユスリカが今年もやってまいりました。田植えの季節にはいつも庭のここにすごい湧くんです。これ虫コナーズにめっちゃ湧いてます。虫コナーズにめっちゃ湧いてる。今日やりたいのはですね、去年もここのユスリカ大変なんだよって言ってやったのがこのオニヤンマくん。なくしたので新しいのを買いました。なくしたっていうか前回はあの安全ピンタイプだったんですよ。あ、そうだね。で今回ストラップタイプにしました、うん、なぜかというと前回その動画で僕がここにね安全ピンでつけてこうやって突っ込んでってやったりとかここに置いたりとかしてやっていやいやって書かれたんですよなんか釣り竿で釣るとか、うん、やればいいんじゃねって言われて確かにと思ったんで今回はストラップタイプで今年はねこういうのも発売されてました。ゆらゆらフックっていう吸盤がついててなんか窓とかにもう吸盤でつけてこれを常に吸盤がつくところがあるといいんだけど、まあ、ここじゃないところにも湧くので、まあ、これもちょっと試しながらこれやりたいな、でも去年の反省を生かしてねやりたいなっていうのとこちらコストコで売ってた虫コナーズフレートタイプっていう、ユスリカにも効くって書いてあって、そうユスリカって思いっきしねこの長バエとユスリカしか書いてないですよ。このこんなに大きな面の中に適応害虫ユスリカ長バエって2つここに挙げてるんで、何の長バエって、あの小バエですよね。ああ多分これって軒下とか水に濡れないところじゃないといけないような気がするんですよ。いやそうなの。家の中でも使えるし家の外でも使えるんだけど、まあ、大体ベランダの物干し竿に一緒に吊るすみたいな使い方になるんで、ちょっとここでは今一瞬置いてみてどうなんだろうっていう実験はできるけど、うん、長期的にはちょっと水に濡れないところに置くことになります。とりあえずこの今ちょうどいい感じにこれカバシャルできてるんでここにオニヤンマくんと虫コナーズを突っ込むっていうのをやってみたいと思います。まずオニヤンマくんからここか、はい、でここにね釣り竿を用意してるんでこれで釣ってえーってやってみたいと思いますまあなんかそういう問題じゃないぐらい湧いてるけどね、多分すごいことになってます。とりあえずでもこれでやる場合は、うん、ゆらゆらフックいらないよね。そうだね、もうゆらゆらできるんだから。重りの赤が気になるけどじゃあ行きますよ。はい、じゃあユスリカさんがここにいてオニヤンマくんが飛んできましたっていうシミュレーションです。飛ぶ。一緒になって飛んでますまるで仲間親分みたいに親分ですよ一緒になって飛んでるな、うん、何よりも俺が嫌な思いしなくていい、いいっていうのが一番の効果かもしれないこの検証をするにあたり前回俺の顔にユスリカぶつかりまくってたからね。前回の動画でも言いましたけどオニヤンマくん自体っていうかオニヤンマっていうのがアブとかハチとかの天敵っていうことで、どっちかというとアキアカネちゃんの方が前回もちょっと効果はあったんですけど、アキアカネちゃん持ってくる、うん、まあアキアカネちゃんもやってみようか。でもあれなんだよね、安全ピンタイプなんだよね。はい、ちょっと減った？減ってないっすよ。ちょっとまっすぐは作れないけど、はい、じゃあ秋あかねちゃんを投入します。あかねちゃんゴー。もうどう考えても死んでるあかねちゃんだけどね俺、うん、飛んでるあかねちゃんには見えないけどどうですか、うん、ああ、カバシラに対してはあまり効果的じゃない。続いてはこちら虫コナーズですね。これも釣り竿で吊るしてそのカバシラにぶち込みたいと思います面白いね、プラモデルみたいな形してる。これが立体メッシュ機構っていうことなのか。お願いします。いきます。あ、さすがにやっぱり避けてるね。
あ、減った。下の方に行ったよ。あ、やっぱり効果あるっすね。うん、なんかそうだね、避けてはいるけど近くにはいるね。ちょっとずれたっていう感じ、うん、ずれただけよりも減ってない。まあ、すぐ死んだりどっかに行くわけじゃないとは思うけど、ここ痛くないっていう感じが、うん、減りました。まあ、これ吊るす必要ないよね、うん、多分ここに置けばいいんだろうけど、入り口付近に置いとけば入ってきたりとかっていうことがなくなって済むぐらいの感じなのかな。うん、カバほどの大群に対してはそんなに効果ないかもしれない。すぐには効果が出ないのかもしれない。うん、ニメランマ君よりは散ってますね。まあ、単純に存在がでかいだけっていう、うん、でもどう画用紙でやっても一緒みたいな。マンディが突入してみたらどうですか。ただ散らしたかったらこの方が早いんです。そもそもこの虫コナーズの使い方として正しい使い方ではないので、この蚊柱に突っ込めとはどこにも書いてないんです。あの窓際の吊るせるところに屋内でも屋外でもいいから吊るしてくださいというのが正しい使い方なので、今回は蚊柱に突っ込んだらどうなるのかっていうのを見てみました。薬剤が練り込んであるので、薬剤が徐々に拡散し、広がるっていうことなので、すぐに効果が出にくいっていうのはもしかしたらあるのかもしれません。雨でも流れ落ちにくいって書いてあるから、雨はなるべく避けた方がいいけど、雨でも使えるってことなんで、ちょっとね、3つあるんで、3つとオニヤンマくんも、あの、ゆらゆらオニヤンマくんでどっかつけたいと思います。バンディはここにかけました。滑ってこないかな。いいんじゃない、滑ってっても。風通りのあるところに置いてくださいって書いてあったから、うん、壁の際とかだと意味ないんですよ。ここ風が通んないとダメなんで、うん、なるほどね。もうちょっと上じゃない、そこら辺で。どうでしょう、かわいい。ミズリカ対策、今年はこれでいきたいと思います。ちょっとしばらくこれで時間経ってみてどうなるかもお見せできたらしたいと思います。落ちた落ちた。設置後しばらく様子を見てみましたが、変化ありません。やはり蚊柱を撃退できるほどの能力はなさそうです。出入り口付近にバリアを作るようなイメージの商品だと思うので、そもそも目的が違うんですよね。蚊柱ほどの群れとなると、その根本をどうにかしないと解決しないようで、近隣一帯に生じている現象のため、やはり水田となるとバリアありがてえぐらいでいいのかもしれません。夕方だけだし、一月もしないうちに収まっていくので、まあ、しばらく我慢します。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしております。それでは皆さん、いってらっしゃい。